当山に伝わる本阿弥光悦の画像になっております。書いてあることが面白いもんですからね、ちょっと読みにくいかもしれませんけれども、剣たち、見定めし目の鋭さは、よろずの道に通りけるかなと、というふうに書いております。光悦と言いますとね、芸術家というイメージがあるかもしれませんけれどね、やはり光悦のいわゆる、本業と言いますと、本業ですかね、本業と言いますと、刀剣の家に生まれたと、刀剣鑑定、それから、研ぎ、拭い、それから、そういった家に生まれたということですね。ですから、刀を見る目は、ね、もう小さいうちから養われてたということになります。そして、刀という仕事はいろんな分野が、の技術が必要になります。木工、金工、漆、蒔絵、組紐、いろんな技術が必要になります。それを小さいうちから親に仕込まれるわけですけどね。それがですね、本業以外のことで、後に光悦が職人を集めて、それを指導して面白いものを作っていく。それが今大変評価が高くですね、国宝や重要文化財になっていくということになります。その光悦の画像ですけれども、こんな顔をしてたということになりますけれどもね。ですから、ここへ、徳川家康の命令でですね、57歳の年にこの高神に移住するわけですけれども、もう今の57歳はね、大変働き盛りですけど、当時の57歳と言いますとね、もう本当に隠居の年ですから。ですから、光悦はここで隠居の暮らしをしてたと。しかし、熱心なホッケの信者であったということと、職人に対して面倒見が良かったということもありまして、光悦一人でやってくるんではなくて、職人を引き連れて、そして一族、それから豪商たちも一緒にここへやってきて、ここである種、光悦村ですね、ホッケ村がある種出来上がるということです。で、そこから面白い作品がたくさん生まれてくるということですね。その高神っていうのはそういうところだというふうにこちらは考えております。光悦が寛永14年2月3日にこの地で亡くなります。で、光悦の子供や孫たちが、せっかく光悦がね、築いたこのホッケ村がですね、解体していく、ですね。それをですね、やっぱり忍びないということで、なんとか残したい。せめて、この光悦が晩年過ごしたところだけは残したいということで、ここをですね、寺にしようと考えるわけです。で、光悦の名前を取って、光悦寺となっていくわけですけれども、この光悦寺だけが、400年近く経った今でもですね、当時の雰囲気を残しているのは、ここを寺にしておこうというふうに考えた、やっぱり子供や孫たちの、先見の明があったんじゃないかと思いますけれどもね。他のところは大きく変わってしまいましたけれども、この高神ね、光悦寺の敷地だけは当時の雰囲気をかろうじて残しているということになりますね。これを後世にまで伝えていきたいというふうに寺としては考えております。